ラジカルビデオジョッキーをご覧の皆さん、ダンシングドーズです。ということで、はいはい、私たちの5月21日に私たちの5枚目のシングルモノクロームがリリースされました。イエイ、イエイ、ありがとうございます。もうあっという間に5枚目でございます、ね。はい、この曲はですね、モノクロームはですね、テレビアニメソウルイーターノットの主題歌にも抜擢されまして、まあ、私たちの初めてのアニメタイアップの曲となっております、うん、どうリーダー、聴きどころ&ダンスの見どころ。いや、聴きどころっていうか、あのさ、歌詞で一番お気に入りの部分は絶対なんてことはなんかないんだ、絶対っていう部分があるんですけど、うん、その絶対を一行に2個持ってくるところとか、はい、なんかもうそこがポイントやなって私は聞いた時一番思いました、はい、うん、そうですね。で、あのダンスのポイントなんですけど、サビの部分がね、こう皆さんと一緒に踊りたいなと思って振り付けをしたんですけど、手をぐるぐるぐるでジャンプで、それが振り付けが完成するので、ぜひ皆さんモノクロームを聴きながら一緒に踊ってください。はい、ビジョンの前の皆さん、こんにちは、見えてますよこんにちは。はいですね、私たちの5枚目のシングル、すごく春夏っぽい、爽やかでかっこいい、爽やかっこいい一曲となっているので、この曲を聴いてぜひ新しい何かにチャレンジしたりとか、あのスタートを切り出したりとかしてみてください。それでは以上、ダンシングドーズでした。バイバーイ。